始まりました。キャプテン本田康人チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田康人さんがゲストを迎えして対談していく番組となっております。ということで本田さん、はい、はい、今回もゲストは前回に引き続き岡野正幸さんをお招きしております。はい、はい、ということで岡野さんもよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。前回に引き続きね、野人の、はい、野人の面白い話っていうテーマ変えてもいいんじゃないかな。前回すごく面白かったですね。まあ、前回はね、まあ、裏話、まあね、はい、出場決めたからこそ、まあ、面白いね、話ができましたけどね。今回はちょっとまた違うあのテーマでしょ。そうですね、ね、また変わってくるものなんです。変わってくる。じゃあテーマを、はい。はい、またこれもちょっと選手時代のお話になってくると思うんですけど、うん、なるほど。はい、では今回のテーマが野人こと岡野正幸選手が現役時代に対峙して嫌だった選手、うん、ベスト3ということで、はい、はい、うん、日大から、はい、中退して中退で、はい、もうレッツからオファーがあってってことだよね。そうですね、まあ僕はあの大学も一般で入って、うん、あの荷物係だったんですよ。ね、言ったね。で高校もサッカー部なくてっていう感じで出てきて、で大学も荷物係から普通で特待生にしてもらった、うんうんうん、でそのタイミングでちょうどで J リーグがもうその前の年に始まってたん で、うん、で僕がたまたま筑波大学と試合した時たまたますごいいいプレーして2点取ったんです、うんうんうん、でそれをスカウトの方たちが見出て、うん、もちろんアントラーズさんとかも、うん、あの声かかりましたし、うんうんうん、昔のだから今レイズの昔日立とかですね、うんうん、あとレッツとか来たんですよ、うん、でその結構来た中で浦和レッツだけが中退して来てくれないかって言ってくれて、もうやめて入団してくれと、はい、うん、はい、で僕なんかもう本当にね、ま、無名だったんで、うん、荷物係とか高校もサッカー部ないとこからやってたのに、うん、そんな J リーグのチームがやめてきてくれなんて言ってくれたんで、これはもう絶対行きたいなっていう。まあね、ちょっと聞いた話だけど、はい、もうスカウトの人がね、見たらね、なんだあいつの足の速さはみたいなね、飛び抜けてたらしいね。あ、そうですか。だから、あいつダメだみたいな。あ、そんな感じだったって言ってました。そうそう。あいつなんだ、あいつ誰だみたいな感じなのね、はい。とんでもねえ速いやつがいるなっていうね、だったらしいよ。うん、そうみたいです。だから僕、日大2部だったんで、なかなかそんな声なんかかからないじゃないですか。うんうんうん、だから、まあ、あんまりスカウティング行かないからね。はい。たまたまそれが相手が筑波大学だったんで、うんうん、全部見に来てたみたいなんですけど、まあ、たまたまその時に、まあ、そういうプレーが出て、まあ、なんか急に声がかかったんですけどね、運よく。アントラーズも練習一回行かしてもらったんですよ、うん。あの、お風呂も入らせていただきました。で、あの時、松田がいて、一緒にこう、部屋とかこう、連れてってくれたりとかして。なるほど。で、その後、レッツの練習行って、で、裏レッツがそういうふうに言ってきてくれたんで。なるほど。はい、今思えばね、やっぱレッツ入団間違ってなかったね。野人誕生だからね。うん、そうですね、まあ、また運が良かったというか、やっぱアントラーズにあのまま僕もしか行ってたら、うん、アントラーズは試合なんかまず絶対出れなかったと思うんですよ。いや、それは。いや、絶対出れなかったと思います。ただ、浦和レッズはその時なかなか勝てなかったんですよ、本当に。ちょっと、うん、うん。はい、うん。で、怪我人も多くてですね、うんうん、だからどうしても僕がサブに入んなきゃいけない状況になるんですよね、うんうんうん、怪我人だらけだったんで、うん。それでなかなか勝てなかったんで、開幕から。そしたら一回だけお前レギュラーで出してやる、まあ、サテライトでちょっと、うん、あの、ね、はい、ハットトリックかなんかして、うん、で次にお前先発使ってやるって言われて、うん、でそれが駒場のホームでその年の 初勝利だったんです、僕が入れて、うんうん、そしたら次の日の新聞とかテレビで野人がレッツ救うってなって、あれは誰か記者がつけたの。じゃああれはあの今のブラレッツの強化部長の土田久さん、ああ土田さんがつけたの、はい、まあ、髪の毛がロン毛でさ、野人みたいだから。はい。まあ僕が最初、レッツ入った時に、やっぱりそうやって知ってる先輩もいないじゃないですか、僕ずっと無名だったんで。うん、で、誰も口聞いてくれなくて。で、初めてそのキャンプがオーストラリアだったんですけど、うん、僕も海外行ったことなかったんで、うん、まあいろいろこう、準備するじゃないですか、嬉しいんで。うん、で、J リーガーになったから、ちょっといい洋服買わないとなと思って、うん、渋谷に行って。うん、暑い国なんで短パン買ってサンダル買って、うん、
T シャツちょっとブランドみたいの買って、で、リュックサック買って、よし、これで完璧だーって成田行ったんです、うん。そしたら全員スーツだったんですよ。そうだね、そうだろうね。そしたらそれを初めてそこで口聞いてくれたんですよ、土田さんが。なんでお前舐めてんのかと。プロを舐めてんのか、おめえは。って言われて、お前遊びに行くんじゃねえんだよ。お前野人じゃねえんだからって。なるほど、なるほど。そしたらその時に一緒にいた記者さんが面白いかなんかで、次の日こんなちっちゃい記事でしたけど、浦和に野人が入ったってこう載せてくれたんです。僕それが初めて全国紙に出たんですよ。そしたらそれをずっと覚えててくれたんじゃないですか、皆さん。うんうんうん、で僕が電員初めて入れたら、次の日の新聞、野人、レッツスクって出て、そこから僕、野人になったんですよ。なるほど、なるほど。で、かっこ岡野って書いてあるんで、もう野人が一人歩きしてるんで、うんうんうん、岡野ですって言っても誰もわかんないんですよ。で、食事とか行くと、岡野君って、あの浦和レッズの野人にそっくりって言われるでしょって言われて。よく言われますなんで。逆にやりやすかったですよね。なるほど、そういうこうね、誕生秘話があるわけだね。はい、はは、そうか。まあ前振りめっちゃ長かったけど、これは面白いから使った方がいいね。前振り長い。前振りは長いけど、ね、本題に入ってないんですよね。まあ、ね、本題全く入ってないけど、これは面白いわ。面白い。なるほど、そっから野人誕生だ。はい、いろいろいっぱいあるんですいません。前振りでちょっと7分使ってますね、今。全然いいでしょ、7分。7分でまとめられただけでもいいよ。もうその野人誕生からの、まあ、時の話だよね。浦和レッズ、まあ、何年かわからないけど、長く13年。13年だね。一回、ヴィッセル、まあ、神戸、はい、で、神戸からまだ戻った感じ。はいね、はい、だからその現役の時に、まあ、退治して嫌だった選手って、まあ、いっぱいいるだろうけど、まあ、いるのかな、いっぱいいますね、いる、うん、あんまりこうマッチアップって言っても、俺も試合も何度もやってるけど、はい、なんかあんまマッチアップしないじゃない、どっちかというと、まあ、そうですね、中盤の選手だから、はいはいはい、まあ、まあ、2、3回削ったことはあるだろうけど、多分、いや、もう、まあ、あの2、3回じゃないです、何回もあります、はい、え、そう、はい、そんなマッチアップしてないから削った記憶ないよ。いやいやいや、もうあのポーンってこうやって、すごく優しくいつも起こしてくれてました。うん、まあだから早いからもうさ、はい、ファールするしかないじゃん。パーンって俺的にはね、軽くパーンファールして、あ、悪い悪いって言って、こうそこで止めるみたいな。はい、はい、はいはい。野人を止めるしかないから、まずそこでスピードを止めるみたいなことをしてたから。俺はあんまり退治してる感じはない。いや、それこそ嫌な選手ですよ、本田さん。いやいや、俺はまあまあドリブルというか、ボールをよく持つ選手、こう、スピードでスペースに出ていく選手っていうのはあんまりマークしてない。だから、あの、どういうタイプが嫌いなのかな、ちょっと俺も楽しみ、ね。そうですね、うん。そうなると、ベスト3からいくんだよね。はい。ベスト3から。なので、まずは3位からですね。そうですね。3位はですね、まあ、中村中さんですかね。ああ、同じディフェンシブだけど、俺も嫌だな、あいつ。ベルディとやった時に、うんうんうん、必ず中村中さんが僕のマンツーマンなんですよ。で、何が嫌だかっていうと、中さん、ボール見てないんですよ。僕しか見てないんですよ。で、ずーっとくっついてるんですよ、ここに。いや、ボールあそこでやってますけど、みたいな。ボール見ないで、僕見て、ずーっとマークしてるんで、うざいというか、うわーってなるじゃないですか。まあ嫌だね、それは。で、水飲み場までついてくるんで、うん、ずーっと離れないというか。まあそれは当時誰が監督、ヴェルディの監督だったかわかんないけど、まあそうだったんじゃない。俺もジーコに言われて、ビスマルクをもうサッカーしなくていいから、ずっとボール見なくていいからずっとついてろって言われてたから、その試合は野人をポイントに考えてたから、キーとして考えてたから、まんまくつけたんじゃないいや、中は嫌だね。いや、でもあそこまで中嫌だね。でもあそこまでやっぱりずっと集中してくっついてるのも大変だろうなと思うんですよ。徹底してるやんね。僕はあんまりディフェンス得意じゃないんで、やっぱ人の、うん、動きに合わせるのってすっごい疲れるじゃないですか。まあまあ疲れる。自分フォワードって自分の発想した動きで動き出すんで、ね、なんかまあどっちかというとプラスの動きというか、うん、なんかこう気持ちがいい動き出しですけど、守備ってついていかないといけない。いや、もう相手に合わせなきゃいけないからね。はい、うん、だからあれ、あそこまで
ずーっと僕を見てるのってすごいなと思いますよ。ずーっとここで僕を見てるんですから。あれはなかなか今でもないですもんね。まあね、うう中はまあそれで、まあ俺と同じようなこう、まあ、ディフェンスのね、1対1の強さとかしつこさっていうので、まあ、代表1入ってたりね、してた、まあ、いい選手だよね。別名ミニだって言われてたけどね。キャンディアだな、あれな。それはわかるな。わかりました。じゃあ、次は、そう、2位だね。いや、もう本当いろいろ悩んだんですけどね。うん、たくさん言いすぎて。土屋ですかね。ああ。やっぱり僕もスピードやっぱあって、どっちかっていうとこうスピードでやっぱりこうボール裏に出し走って抜いていきたいタイプなんで、でやっぱり土屋はついてくるんですよ。土屋も当時やっぱスピードあったもんね。身体能力ちょっと高くて、はいはい、土屋当時その時代はどのチームだったの？その時はベルディにいたと思います、ね。あ、まあベルディか。でなんか速い選手いるなと思って、で僕結構右サイドに流れる、うん、でその時土屋が左サイドやったんです、ね、多分。それでマッチアップ結構あって、うん、なんかいつもだったら絶対こう抜けてるのが、で身体能力もあるんで引っかかっちゃうんですよ、スライディングとか、追いついてきて。だからそれはなんか あんまり感じたことがなかったんで、あ、なんだ、そうだったの覚えてました。で、ベルディ。大体置き去りにするからね。ああ。だからそうなんです。で、ヴィッセルで一緒になって、そのときは味方だったんですけど、やっぱりあの時当時、僕がヴィッセルの時、レッツにエメルソンって言ったじゃないですか。すごい。うんうん、やっぱりエメルソンも抜けてなかったですもんね、土屋は。やっぱ速いタイプは嫌いかもしれないです。なんか感じの、なんかこう抜けたと思ったのがついてこられるっていうのが感覚的に、これでこのタイミングで言ったら、はい、あ、抜けるなっていうのが多分あるんだよね。それの位置だったり場所なのに、あれ、はい、みたいな感覚なんでしょ。そうなんですよ。普通の選手だったら抜けたって思うのが、はいはい、こう引っかかってしまうっていう。そうです。もう抜けたって言ってもなんかこう、うん、よっしゃーみたいになってる時にポンって突かれたりするんで、あれみたいなのはちょっと、うん、あんまりない感覚だったんで。なるほど、なるほど。土屋、やっぱ身体能力高いし、まあ、読みもいいし、経験もね、そうですね、そこそこあったし、うん、いい選手だったもんね。はい、まあ、結局、土屋も結構現役生活ね、だいぶ長くやってた、ね、長くやってましたもんね。もうだって引退してんだっけ。はいはい。ね、ずいぶん移籍いろいろして、うん、まあ、だからこそ長く多分やれたんだろう。そうですね。まあ、土屋も結構サッカー始めたのも遅かったんじゃないですかね。あ、はあ、はい、あ。これ見てる人がさ、土屋って誰だよみたいなね、感じにはなるだろうけど、ね。そうですね。ちょっとみんな検索してほしいね。そうですね。あの、まあ、すごいですね。まあ、スキンヘッドで。ツルツルな感じで、ね。はいはいはい。ちょっと、あの、見た目怖い感じだからね。そうですね。これ、皆さんちょっと検索してね。岡野が2番目に嫌だった選手っていうのね、はい。どんな選手なのかっていうのを皆さんちょっと検索してね、調べてほしいなと思いますね。はい。はい、わかりました。じゃあ、ナンバーワン。現役選手退治して嫌だったナンバーワン選手は？は、井原さんです。あー、これ来た。井原さんはね、これ最高のプレイヤーじゃん。アジアの壁って言われてたからね。アジア、いやー、もうね、僕も初めて対戦させてもらった時に、あ、すごいなと思いました。やっぱりね、ずるいんですよ。爽やかな顔してね。そうです。でね、やっぱり爽やかな顔してるじゃないですか、うん、レフリーに訴えても井原がやるはずないって感じなんですよ、うん、そういうイメージだね。はい、でもね、ほんとなんていうんですかね、駆け引きというか、僕やっぱ速いんで、うん、走らせないよりいろんなことやってくるんですね、うんうんうん。で、一番びっくりしたのが、僕2回ぐらいスパイク脱がされたんですよ。わざとかかと踏むんですよ。そしたら、スパイク脱げちゃうじゃないですか。うん、で走れないとか。あと必ず最初の動き出しの時にエルボーを逃げてきて。うん、まあ、体一回当てんだよね。はい、うん、はい。だから、ほんとああいうところの、すげえなと思いました。もう、これがプロなんだなと。やっぱ大学サッカーとかそんなんで絶対経験できない。うんうんうん、あの当たりの強さもそうですし、うんうん、なんか駆け引きというか、うん、うまくレフリーが本当に誰も見てないところでも、まず走らせないように駆け引きしてるんです
ですよね、うん、ああいうのとかすごいなと思いました。いやー、やらさんはね、もう僕俺らの時代はね、もう大学時代はボランチやったら、まあ、だ初代表入った時もあのボランチとかでね、だからボランチやってた経験もあるから、センターバックでもだこういう駆け引きとか、てか結構クレバーなんだよね、はい、賢い選手、はい、しかもあのイメージが皆さん騙されてますよね、はい、言葉はチョイス間違ってるかもしれないけど、はい、結構ね汚いプレーするしね、はいはい、みんなそんなイメージないけれど、はい、すごいよね。まあもちろんビルドアップっていうか、あの攻撃を組み立てることもできるし、あの足元もね上手な選手なんだよね、はい、それでこそね、肘鉄はしないけど肘でね、さっき言ったけどね、はい、一回体当てたりとか、ね、はいはいはい、ポジショニングもいいんだよね。ポジショニングもいいし、はい、そのスピードもあったからカバーリング能力あるし、はい、まあ、あの当時のね俺らの時の代表のもうセンターバックったらもう別格だね。そうですね、別格。だから本当にラフプレーじゃないんですよ、全然、うん、ラフプレーじゃなくて、うん、ボーンでやられるんで、うん、なんかあんまり怒れないですし、うん、しかもああいう人柄だしね、はい、普段めちゃめちゃいい人だからねだからレフリーも絶対お前の方が悪いって僕の方が悪くなるんで見た目でね、見た目でね、お母さんね、はい、いや、井原さんそうだわ。あの時代は多分みんな井原さんナンバーワンじゃないか。まあ俺らはね、ワールドカップ予選のね、キャプテンでもあるからね、はい、東証っていう感じのキャプテンじゃないんだよね。そうですね、もちろんそのすごく厳しい面も持ってるけど、はいはい、基本的にはこう優しいね、はいはい、オーラを出してるキャプテンでね、はいはい、いろんな話も聞いてくれる、ね、はい、ちゃんと言いたいこともねしっかり伝えてくれるみたいなね、はい、井原さんか。いや、僕はでも本当は本田さん入ってたんですよね。でも最初にそういう感じで言ってたんで、ああ、じゃあ中さんにしようと思ったんですけど、全然、あ、俺入ってたんだ。なんで入るに決まってんじゃないですか入らないことないですよ絶対いや俺はなんかマッチアップしてる感じな。いや、入れちゃいけないのかなと思ったんで。いや、全然あ、ちょっと嬉しいし、本田さん1位ですよ。うまい本当に。でもこれ忖度じゃないですよって言おうとしたんです。ああ、なるほどなるほど。ああ、そうか。じゃあ最初冒頭に俺そんな余計なこと言わなきゃいけないかな。そうですね。そうか、あれですよ、多分ね、誰に聞いても絶対本田さん入ってるから。絶対入ってます。それこそ井原さんがどうだこうだって言われてましたけど、本田さんが一番やばい。そういう駆け引きに関してもう本当やばいですよ。いやいや、まあ、うん、まあそうね、はい、俺はまあ、はい、うん、そうなんだけど、まあ自分で言うのもなんだけども、確かにそういうのもね、そうです、組めて、だから僕らがね、レッツで結構、まあ、オジェックになって、うん、結構優勝争いとかできるようになってきたんですよ、うんうんうん、で必ず最後のこれ勝てばっていう時アントラーズだったんですよ、うん、まあ、で国立でよくやったんですけど、うんうんうん、まあ本田さん邪魔でしたまあ本田さん邪魔ですそれはまあ仕事だからね、うん、本当にね、いやいいとこいますし、そう、嫌なとこにいるってよく言われた。それこそいけたと思うと本田さんが邪魔するんですよ、うん、なんか秋田さんと僕が必ずマッチアップしてて、そうだね、秋田さんが前に出て結構かぶったりした時に、うん、いやなーと思ったらなぜか本田さんいる、うん、なんで本田さんそこいるんだよみたいな、うん、でまたね、また本田さんもうまいんですよ、チョンって足引っ掛けるんですよ。そうだね、でもう普通にどっか走ってるみたいな。あのね、お岡ちゃんはやっぱそういうファールじゃないとダメなんだよ。なんかね、間合いがあるんだよ。ドリブル来て、はい、バチーンっていけるタイプじゃない。はいはいはい、だからもうそれのそのタイミングかかってたらバーン行かれちゃってるの、うん、それがあるから、あのもう早いうちにこっちから仕掛ける、こっちから仕掛けてちょこっと引っ掛けて止めるっていう。とりあえずうまかって、あれうまかってさ、僕本当に今本田さんが言ったようにガーンって来られる方が好きなんですよ。ゴーンって来てくれる方がガチャガチャとかって抜けたりしますし、そのタイミングをこう伺ってるとこあるもんね、はいはい、うん、本田さんその前にちょっとなんかちょっとピュンってなんかやって、う
この辺ちょんってこうやって転ばしといて、ボールだけちょんってつっついてどっか行っちゃいますもんね。うん、またうまいんですよ、あれが。で、これもファールにならないんで、ファールにならないから、どん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 こっちがうわーってなってきちゃうんですよね。本当になんていうんですかね、タイミングというか、一番の、いけるって言った時にちょんってなんかこうバラつくずされるっていうか、うん、あれはね、あれですよ。俺ね、こう見えてもね、あれなんだよね、その、マッチアップしそうな、選手を結構まあまあ分析するんですよ、ね、今で言う分析、はいはいはい、ちょっとビデオ当時のビデオを見てよくビスマルクマンツーマンつけてよく言われてた時も、はい、なんか癖ないかなとか持ち方どうかなとかってちょっと見る、ああそうなんですね、でレッツと対戦する時とかはやっぱこうキーになる選手っていうのを何人か見る、うん、で見るうちの中の一人、まあ、これは早いからどっちに行って無理だなみたいな感じはあるんだよ。で基本的にマッチアップ後ろの人間なんだけど、どうにかこう止めなきゃなっていうところでやっぱガチャーンじゃないんだよ、岡田さんに対しては。まあ、それ本当にだから本当はだから1位だって本田さんが、あ、はい、僕の中では。なるほど、はい、それは嬉しいな。いや本当です、これ本当に、だからそれ忖度じゃないですよって言おうとした、うん、なるほどなるほどそうか、じゃあ特別枠で1位だ俺が。いや特別枠です、もう間違いなく大体皆さん1位だと思います、ね、いやまあまあ、まあ、例えばビスマルク呼んでも間違いなく1位だし、はい、当時だとピクシー呼んでも1位だし、はいはい、はい、間違いないですあーなるほどね、そうか。まあね、レッツだったら福田さんにもね、あんまりマッチアップしてないんだけど、はい、お前なんかもう全部ファウルじゃないかってよく言われるからねお前イベント行ってもさ、よくさ、福田さんはさ解説やってるじゃん、俺らが試合やってて、ね、はいはい、それでもね、本田が後ろから来ますよ、気をつけてくださいみたいなね、はい、あいつ削りますからねとかってね、よく言ってるもんね。そういうイメージなんだろうないやーでもそれまた削りっていうか、だからその削り方がうまいじゃないですか。そうだ、俺そんな退場するほどの削りなんかしたないし、だからすごいんですよだからすごいんですよそれがファールにならなかったりするから、やっぱりそれぐらい一番うまいってことじゃないですか、うん、海外に行ってやるとそうじゃないですか、結構そういう駆け引きしてくるじゃないですか、まあ、駆け引きもそうだし、ギリギリ、はい、ギリギリのとこ行くからね、はい、はい、うん、あすごい、ちょっと嬉しいな。なるほど、いや本当です、本当です。これはもう、うん、もうナンバーワンです。間違いないです。そうか。はい。田崎さん、そうらしいよ。よかった、よかった。本田さんが家にいかかったのが、もう本当に嫌だったって言ったんですよ。これはね、嫌だって、みんな人間ってさ、嫌われたくない動物じゃない？あるじゃない？うん、俺はね、これも褒め言葉だからね。ほんま嬉しくしょうがない。うん、サッカー、ね。いや、絶対そうです。これは。はい、はもう嬉しい。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。佐々木さん、じゃあ締めてください。はい、じゃあ今回は、野人こと岡野正幸選手が現役時代退治して嫌だった選手ベスト3を発表していただいて、いかに本田さんが嫌だったのかという。はい、その締め。はい、本当です。本当です。はい、ということで、今回もちょっとお話をめちゃくちゃ楽しく話させていただいたんですけれども、また次回も、はい、これまたちょっと別角度、前回と今回はちょっと現役のお話だったと思うんですけど、うん、次回は別の角度からのお話になるのでお楽しみに、はい、ということで、はい、今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。